ママを目指して力いっぱいハイハイで進む赤ちゃんたち。これからもすくすく元気に成長してね。出産や子育てを応援する次世代育成支援イベントおぎゃっと21が5月3日と4日の2日間徳島市のアスティ徳島で開催され、およそ9500人の来場者でにぎわいました。オープニングセレモニーに続いて行われた徳島子育て大賞の表彰式、育児や家事に積極的に参加しているお父さんを表彰するイクメン家事団部門の大賞には、徳島市の3児のパパ佐野孝之さんが選ばれました。一人でやるとやっぱ大変なことも多いんで、二人で協力してなんかやることを意識しています。やっぱり成長とかを感じると楽しかったりします。また育児しやすい環境づくりに積極的に取り組んでいる企業を表彰する子育てサポート部門の大賞には、株式会社阿波銀行が選ばれました。出産、育児、そして職場復帰に至るあらゆるステージでですね、研修であったり育児サポートにつけた、向けた情報提供ですね、しっかりとやっていっております。育児休暇から復帰しやすくなったという評判をいただいております。会場には消費者庁と徳島県による子どもの事故防止コーナーや、栄養士会による離乳食の相談コーナー、医師会や歯科医師会による健康相談コーナーなど、パパママを応援するブースがいっぱい。またたくさんの遊び場も設けられ、会場は子どもたちの笑顔そして笑い声に包まれました。助かるよね。いろんな情報もあるし、子ども同士の触れ合いっていうのはありがたいです。やっぱこういう場所があるっていうのがね。おむつ替えとか授乳スペースとかもちゃんとあるんで、出かけるにしてもこう行きやすいかな。産前産後のお母様や大変不安になられることが多いんですね。こうした点についても電話で、あるいは直接対面でご相談をいただける制度も拡充をしてきておりますので、子育てをするならば徳島、皆さんと共に進めてまいりたいと思います。子どもは時代を担う社会の宝、かけがえのない大切な存在です。すべての子どもが心豊かで健やかに育つために、社会全体で応援しましょう。